こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は、デュエルモンスターズコラボですね。ついに始まりましたということで、いきなりこの画面から来たので、ちょっとネタ半分でね、ここから行こうかなっていうふうに思います。フルダイブ型の新作 VR ゲーム。野球部員となって、甲子園を目指すか。面白そうだな。っていうことからね、始まるみたいです。いけるな、これ。ちょっと面白すぎるわ。この入り面白すぎるわ。なるほどな。デュエルスタンバイ。ちょっと耳入れとけばよかったわ。イヤホン入れとけばよかったわ。まさかのこんな感じで始まるみたいですね。めっちゃ凝っとるな。はい、ということでですね、早速この限定カードのゲットキャンペーンも始まったので、ぜひね皆さんも参加いただければいいかなっていうところと、あとはまずはガチャから行きましょうということで、ちょっとこれがいろいろあるな。いろいろあるな。はい。なるほど。今の期間は激突遊戯王高校というイベントが開催中みたいだな。デュエルバッジ。なるほどね。ミキサーガチャがまたあるみたいです。ということで、早速ガチャやっていきたいと思います。ちょっと石が足りないので、先に石を補充してからね、また戻ってきますので、少しお待ちください。はい、ということで、戻ってまいりました。早速やっていきましょう。まずはこの無用ガチャ、サクッと引いていきたいと思います。まあ、出ないでしょ。まあ、出ないでしょ。っていうところでね。ちょっと、誰か出て欲しかったが、まあ、いいでしょう。ということで、まあ、ループガチャになってるみたいですね。はい。で、1回目は30個で PR 以上の遊戯か、カイバー社長。そして2回目は40個で回せて SR2 枚。3回目は SR のどちらか、4回目バナナキャラのみ、5回目バナナキャラ SR、6回目選択ガチャ券の SR、そしてバナナキャラの PSR が1枚確定のガチャになってるみたいですね。さあ、行きましょう。たまには幸運でもいいよ。ちょっとまあどこまで詰められるかわかりませんが。はい、黄色い。かっこいい。かっこよすぎる。これ、初強化結構低いな。タックはやばい高そうですね。RPR で今 80% あったんで、まあ、タックはやはり強そうな感じのテーブルに。てか、出ない。ひでえな、これ。はい、ということで、SR2 枚ですね。どっちか出よう。どっちか出てくれれば全然ありがたい。お願いします。まさか遊戯王とコラボするとはね。来い！オッケー、ナイス。で、まずは遊戯出ましたね。で、スペシャルタックと精神ボーナスで、かつ、スペシャルタック 90% ついてますね。練習効果も10ついてる。まあ45でいいやつかな。ちょっと50のテーブルがわかんないのでわかんないですけど、まあ普通に35でも全然強そうな感じのテーブルになってますね。ミート守備条件。なるほど。うん、いいんじゃん。球技強そうですね。社長も強そうだけど。あ、いいですね。ようやくちょいちょいと出てきてくれてます。ははは、おわか。まあまあ1枚出ただけよしとしましょう。バナナキャラ。1枚確定です。お願いします。キラン来い。キランで戦闘来い。おっと来ましたよ、PSR。戦闘来い。1枚だけ。いやー、2枚か。そうなると来ないわな。SR、OK ですね。タック 100% あったな、今。あー、なるほど。このテーブルだと、150% のタックがつくテーブルですね、肩で。なるほどね。そりゃまあまあ強いな。うん。で、技術ボーナスと初強化の効果アップか。なるほど。まあ、ここがタックとかだとより面白かったけどな。まあ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 、さすがに沢渡り越えはできなかったって感じかな。うん。すげえな。総力バーストはな、まあまあ、スターバーストストリームですからね。安定して！いやーマジでもう、本当に、もう本当に昔の自分にあげたいわ、それ。はい。ということで、4回目ですね。ちくしょー、今の確定外で出てくれればめっちゃありがたかったんだが、出ないですね。さあ、1枚。
ってことはどっちか確定。おお、ありがとうユギ。これは普通にありがたいですね。てか会話の PR めっちゃ出るんだけど、すごいなこれ。これ大勝利ですね。大勝利ですね。はい、バラないキャラ1枚確定です。お願いします、頼む。なんかもうどっちか45作れんかな。遊戯いいね。パフォーマーだ。遊戯割といけそうだな。70連で両方45とか作れたらもう全然それでいいんですけど、ね、会話の PR めっちゃ出ますね。はい、次が SR 選択権1枚おまけです。ピンク、にゃー黄色い。まあ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 、ここはしょうがない。さあどんなもん。海馬、滝本、青葉、めっちゃ青葉とか出るの。かすりもしないんだけど、戦闘以外。はい、海馬に始まり海馬に終わりました。どっちがいいんでしょうね、正直わからんけど、まあ PR 海馬ばっかりだから海馬でいいのかなこれ。うん、どっちが当たりとかも今んとこわかんないですからね。全くデッキ組み方が楽そうなのは遊戯ですけど、まあわからんですね。はい、ということで海馬社長出ました。ということで多分そうですよね、150のタックボーナスが50になるとつく形ですね。うん、なるほど。さーて、どういう感じの解放になるんでしょうかね。まあ2ループ回せば両方45にはなると思うんですけど、まあとりあえずはちょっとボックスの整理もまだ全然終わってないんで、こんな感じでやっていこうかなという感じです。解放やりましょう。1枚、8枚、はい。8枚ならまあ、はい。で、SR、まあ PR かな。PR 入手順でいいかな。海馬社長、めちゃくちゃ出てる。海馬は、これ、え、嘘。遊戯ゼロ。遊戯ゼロなんだけど、まさかの。会話しか出てない。え?ちょっとびっくりしているんだが。遊戯ゼロだったな。まさかの。PR。肩。前かとかわからん。多分後イベですね。さて、ここからなんですが、すげえ会話だわ、僕。お願いします。ナイス !2 解放、ない。ブルーアイズとかほんとやばいな。まさかのブルーアイズ来るっていうね。うわー、これ、きっつ。きっつ、マジか。そんなに解放渋いん、これ。SR45 なんか全然できなさそうなレベルの解放でしたね。プラに行けばいいけどな。ちょっともうちょっと引くことになるのかな。遊戯に関しては、何枚出たんだろうな、これ。3枚ぐらい出てた気がしたんですが、2枚ですね。なんで40作れないですね。39までかな。っていう感じになってるみたいです。まあ、現状どっちがいいはマジでわかんないですけど、デッキ組みやすそうなのは、ま、圧倒的に遊戯かなっていうふうに思うので、ちょっとま、まずは使ってみてからかな。っていう感じにはなるかなっていうふうに思います。せっかくなんでね、海馬社長もちょっと一緒に使ってって感じでは考えてますけど、ちょっとデッキの組み方が今んとこ全くわからないので、その辺はちょっとやりながら、皆さんと、この二人に関して、そしてアンジさんに関してね、見ていければいいかな、なんていうふうに思ってます。ぜひぜひ皆さんのご意見もね、このコラボに関しての、コメント欄いただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。